で買える有名な駅弁を3つ食べていただきたいです。おー、めちゃめちゃかわいい。では次はこれ、チキン弁当です。おー、これ分かります。チキンも書いてるし、チキンも、うん、書いてるから、そう、チキンですよね。チキンですよね。どうですか、そのパッケージとか。なんかパッケージはね、ちょっと古そうですね。なんか2021年のお弁当に見えない、80年とかとか、そういうちょっと昔のある弁当のようですね、これは。そうですね、これは69年。あ、60年代、やっぱりファンシーですよね、これ。すごいファンシーじゃない、これは。いいね、かわいい。でもかわいい。その年に何が日本で起きたか知ってますか？ない。何があったっけ。東京オリンピック。あー、戦争？戦争じゃない、東京オリンピック。東京オリンピックですよね。だから東京オリンピック今するでしょ。はい。その、あー、すごい。があった時に、東京と大阪が新幹線がつながった時に作られたみたいな。すごい、レシピあるんですね、これは。すごい、知らなかった。早速開けてみよう。開け方も面白い。おお、かわいい。あ、これめちゃめちゃかわいい。あ、大好きなライス、ケチャップライス、私めちゃめちゃ大好き。あ、これ2つなんですね。こんな感じです。パチョン、こんな感じです。ケチャップのご飯とちっちゃい玉焼きとチキンです。うわ、美味しそう、これ。すごい、いいですね。ではいただきます。これ子供もすごい好きそうですね。これ日本のすごく有名な人が好きっていう風に言って、うん、みんなそうなんだと驚いたんですけど、誰が好きって言ったと思いますか？え、誰が好き、これ日本が好きそうっていう人、子供？これはあの日本の天皇、ジャパニーズエンペラー、うっそー、が、そう、新幹線に乗った時にこれ食べるのを楽しみにしてるっていうことを言って、もうあの国民もみんなそうなんだ。すごい、エンペラー、すごい。え、まさか、じゃあみんなこれ。でもなんか確かに日本人が好きそうだね、これは。チキンと、あとケチャップライスはあんまり外国に食べないんですけど、私は日本に来てからすごい大好きになりました。これチキンライスって言うんですよ。チキンライス、でもケチャップ入ってますよね。そう、ケチャップライスなんですけど、これのことをチキンライス、チキンライス、チキンライスで、これの卵で閉じたらオムライス。なるほどですね、すごい。よっしゃ、いただきます。うん、おいしい、おいしいもん、おいしい、うん、最高、うん、最高。え、めっちゃ好き。なんかでもすっごい柔らかいよね。外国人の方はそういうケチャップライス食べるんですか？あんまり外国人はね、ケチャップライスはあんまり食べないです。これ見てもあんまりどんな味かわからない。トマト、トマトと思うから、完全にケチャップと思ってなくて、まあトマトライス、リゾットライスかなって思ってる人が多くないかなって思う。オムライスって外国人の人食べます？うん、食べないです。あのフリッターと似たようなものがあるなんですけど、オムライスはないです。オムレツはある。オムレツはある。オムライス好きな外国人いますか？え、いっぱいいると思います。特にメイドカフェに行ってる外国人はそのモイモイ気分をされるためにいっぱい好きになってると思いますよ。オムライスはじゃあメイドカフェ、メイドカフェのイメージ。そうアニメの中で絵を描いてモイモイキュンとか、あとはアニメの中の朝ごはんとか、いるごはんは、あ、ご飯作ってましたよ、お母さんは必ずオムライスが来たとか、あと誰が、あ、この人好きだからオムライスをを作って大好きって書いてるとか人もいたんですね、そのアニメの中でね。
その真ん中にあるものもちょっと食べてみてください。ご飯。これ。はい。ちょっとでいいと思う。少し。はい、少し、うん。何これ。トマト？そうです、ドライトマト。やっぱりドライトマトだった。美味しい、確かに。うん、一緒に食べるとめちゃめちゃ美味しい。うん、あ、こんな感じです、かわいい。これソーセージかな。びっくりです。はい。あと多分ペッパーとレモンソースが。あ、本当だ。レモン。お好みでレモンをかけて。レモン。お好み、私レモン好きだからレモンします。でっか。でかい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 。見てください。もう私の家の大きさぐらいんですよ。っていうか可愛い、なんかちょっとキャラッタみたいこれ。いただきます。うん。うん。おいしい。うん、うん、なんだろう、なんだろうね、あの外国人からと絶対おかしいんだけど懐かしい味はする。なんだろう、すごい外国人なのにすごいなと思ったけど、日本人はみんなそうなるんです。あ、やっぱりそうなの。私だけじゃないよね。そうなんですね。あのめっちゃ懐かしい。なんだろう、いろんなフライドチキンもいろいろあるけど、はい、これは本当昔の日本のフライドチキン、うん、はい、唐揚げ、唐揚げ、片栗粉っていう粉がすごく、そうですね、フリットの、フリットのすごいジャパニーズスタイルですね、これは。うん、美味しい、めちゃめちゃ美味しいの。なんか懐かしいな、するけど、なんでわからない。あの、多分イタリア人に生まれる前にもう日本人だったかもしれないよ。はい。では、ソーセージもいきたいと思います。かわいい。せーの。あれ？あれ違う。これソーセージじゃない、これチーズなんですよ。チーズ、チーズだった。びっくりした。どうです、チキン弁当。うん、美味しい。これは外国人からもすごい人気になるお弁当だと思います。なぜというと唐揚げみんな大好きなんですよ。あ、唐揚げ大好きで、で白ご飯苦手外国人さんが多いなんですけど、味があんまりついてないとか、あんまりなんか強くないからって言ってる人多いからこそ、こういうちょっとトマトライスがすごく好きになると思います。なるほど。結構、まあ、あのドライトマトだったりチーズだったり、チーズだったりイタリアンを意識してる感じも、そうそうそう、ちょっとあります、あります。あと唐揚げ懐かしいです。これ見た目どうですか。見た目はちょっとどうかな。外国人買うと思いますか、このパッケージ。あ、でもパッケージはなんだろう、パッケージはちょっと昭和、でもわかんないね、中身はどんなんのものが入ってるのは。すごい端子だと思いますよね、ちょっと。なんかこれ結構よく言われるのが、知ってる人たちは、うん、もう美味しいお弁当、あ、昔から有名なお弁当って知ってるんですけど、例えばその東京に初めて来た人たちが見ると、確かに見るとわからない、その確かにわからないと思います。美味しいお弁当じゃないのかなって、そうだね、思ってる、思っちゃう人が多いみたいです。でもそれの一番の間違いだ、人生の中でそれが一番間違いだ。見た目からジャッジメントするのはもう人生でそれで失敗するから、みんな気をつけてください。